はい、皆様おはこんこ、どうもそうすけです。プロ野球スピリッツ2015山崎康明侍道パート4かな、やっていきたいと思います。で、今回はね、4月の25日からまたね、3試合登板まで取っていきたいかなと思います。いつもね、コメントリクエスト質問ありがとうございます。質問募集してね、本当にね、毎動画いくつかいただいて本当ありがたいなと思います。で、今撮ってるのがね、9月の3日の夜なんですけど、チャンネル登録もね、600人を超えたということで、本当ありがとうございます。最近はね、1ヶ月に200人から300人ずつぐらい1ヶ月で増えてきてくれてます。本当にね、ありがたいかなと思ってますね。まあ、この伸びていく感覚がね、好きでやらせてもらってるというか、少しずつこうファンが増えてくれてるのかなって思うと、まあ、やりがいを感じてるのかなと思います。ということで早速やっていきましょう。今回もね、いくつか質問が来てたので、答えていきたいかなと思います。どうなんでしょう、名前とか出した方がいいのかな、出さない方がいいかな。そんなこと言ってなかったしね、わざわざ出す必要も、まあどうなんだろう、出してほしいっていう人がいれば全然出すんですけどね、プライバシーとかもあるんで、まあそこら辺は省いていきたいかなと思います。で、前回ね、好きなアニメは何ですかっていうコメントは次の回にやるよって話をさせてもらって、それをね、まあとりあえず先にやっていきたいかなと思います。ただね、僕的にそのなんていうのかな、漫画を読み始めたのが中学校ぐらいからで、それまではあんまり漫画とかに興味がなかったんだよね。結構こうゲームというか、まあ、外で遊ぶことが多かったんですけど、どちらかといえばこうゲームしてるか外で遊んでるかみたいな感じのタイプやって、まあ言ってしまえば、一番すごくハードやった時は午前中からプール行って、で午後から野球して、で夜は友達ん家でゲームしてみたいなことを夏休み永遠と繰り返してたことを今では覚えてますね。小学校の時とか、まあ中学校はね、ほとんど部活に費やしたかなって、まあ高校もそうですけどね、そんな感じかな。一旦中学校で結構、ゲームとかはあんまりやらなくなったかな。で、高校で少しやってたのかな。大学もそんなにしてなかった、プロスピぐらいかな、やってたって言われれば。もちろんたまに違うゲームもしてましたけど、そんなにゲームばっかりしてたって記憶はあんまりないんでね。で、まあ、話はかなり飛んだけど、好きなアニメ、まあ、中学校で初めて読んだのがドラゴンボールやったんですよね。何きっかけかは忘れましたけど、多分 YouTube かなんかを見てて、バリおもろいやんってなって、中3の時に、まあまあ皆さんあるあると思いますけど、受験勉強だるなって、違うところに逃げていくような感じでドラゴンボールを集め出したんですよね。だから一番面白いって言われたかもしれませんけど、DeNA ベイスターズ一番思い入れがあるのはドラゴンボールかな。で、多分今前回持ってるのがドラゴンボールとワンピースとバックマンと進撃の巨人と黒子のバスケかな。それが今前回持ってる、今自分が持ってる漫画かな。でも多分ね、一番好きって言われたら、もしかしたらナルトか黒子のバスケかな。まあ僕のね、栄冠ナインを見てくれてる方は知ってると思うんですけど、ほとんどがこう黒子のバスケとナルトから名前を取らせてもらってるんですよね、アニメのキャラクターって言って。だからまあある程度こう、あ、ナルトと黒子のバスケ好きなのかなみたいなことは思っていただけてるのかなと思うんですけど、やっぱりその2つには結構思い入れがあるかな。ワンピースはね、普通に好きなんですけど、まあ名前が出せないっていうのは、英語何で使わないっていうのはカタカナやから、どっちかといえば僕漢字で全部賄いたいっていうタイプの人間なんで、どちらかといえばね、まあひらがなならまだマシだけど、カタカナはちょっと嫌やって、まあワンピース読んでる方、まあ大体のことは方は知ってると思いますけど、ほとんどが、カタカナの、名前の人ばっかりなので、まああまり、出してないっていうだけで、別に嫌いというか、気嫌いしてるわけでも全然ないですし、てかあれだね、コールドの場面ばっかりだね、中継ぎみたいになってるけど、まあ登板していきましょう。あとね、その多分山崎くんやったらこのツーシームになると思うんですけど、得意ボールをもっと使った方がいいですよってコメントをいただいて、
だからね、今回はツーシーム対応していきたいかなと思います。うん、まあ好きなアニメね、まあ黒子のバスケも言ってしまえば黒子のバスケを知ったのが、まあ言ってしまえば黒子のバスケが今30巻で終わったんですけど、25巻ぐらいが出た時ぐらいから知ったんですよね。ジャンプは読んでたけど、ナルトとワンピースしか読んでなくて、で黒子のバスケがおもろいおもろいって言ってたのは知ってたんですけど、読む機会がなくてね、読む機会っていうか、まあ、そこまでこう読もうかなって思ったりもしなかったんですけど、まあ一回読んでみるとね、まあ僕ハマりやすいタイプなので、まあすぐハマってね、やべえなこれってなって、で漫画を集め出してね、今ではもう本当に大ファンかな。まあ今はねまた新しくジャンプスクエアの方なのかな、また新しくこうアメリカとの戦いを今やってるような感じで、だいぶ面白いですね。まあそれはちょっとネタバレになる部分もあると思うんで、興味がある方は読んであげてというか読んでみてください。本当に面白いんでね、黒子のバスケは多分誰が読んでも面白いなって思うんじゃないですかね、きっと。あれ読んで微妙やなって思う人はそんなにいないんじゃないかな。バスケを知らない方でも多分面白く読めるんじゃないかなと思います。なんていうのかな、こうガチな場面とこうちょっと抜けてきた場面、まあ言ってしまえばギャグみたいな時の場面といい感じでね組み合わさってるのが僕は好きかなと。このボノしてる時も好きですし、またその面白いというか、がっつりやるときはしっかりやるみたいな、そういう感覚が僕は好きかなと思います。ナルトはね、僕が読んだのは多分遅いと思うんですけど、あ、負けたねてかしっかり抑えれてるね、ホールドの場面では。でも早くセーブ場面で投げたいかな。前回も全部ホールドの場面じゃなかったかな。ちょっと DNA が弱い感じですね今回は。ナルトはね、知ったのは昔から知ってたんですけど、読み始めたというか漫画は読んでなかったね最初。アニメから入って、それも大学生に入ってから、まあ大学生って言ったらね、大学1回とかやったらほらそこまでサークルも行かないし、まあ、バイトもぼちぼちしか入らないしで、結構暇な時間が多くてね、そこの時間でガッとこうアニメを見まくって、そこでも激ハマりして、まあさっきも言いましたけど本当にハマりやすい人間なんで、でそこで見て、うわおもろいなって言って、でまあ自分はジライアがめちゃくちゃ好きでね、なんか大体の漫画でね、ちょっとおじさんキャラというか脇役やけどこうしっかり、キャラが濃いおじさん役がいつも好きなんですよね。まあナルトというジライアとか、ワンピースでいうレイリーとか、まあそのあたりが好きなんですよね本当に。でジライアがこう死んだ時とかにうわーってね、悲しみに明け暮れてたことを覚えてますけど、ちょっとね終わり方が雑い感じはしましたけど、まあしっかりと終わって、いや面白かったなっていうのが印象ですね。まあ進撃の巨人とかはまあ内容は難しいですけども、あれはあれで、まあファンが増えるっていうのもわかるかなと。やっとセーブ場面だね。いやでもね本当に、でもまあワンピースほど、長作というか大作というのはもう出ないんじゃないかなとは思いますよね。ワンピースはやばいよね、あの伏線といいね、まあ僕が語ることもないでしょうけど皆さん知ってると思うんで、ワンピースあんまり知らないなっていう人はあんまりいないんじゃないかな。ある程度の人は知ってるんじゃないかなと思います。だからアニメはね、ベスト3って言ったら多分ワンピース、黒子のバスケ、ナルトかな。ベスト5やったら、メジャーと、そうだね、進撃の巨人かな。そんな感じ。ドラゴンボールとか、バックマンとかは好きやけど、まあなんていうのかな、内容知ってるし大好きですけど、まあそこまでの上位には来ないかな。僕の中ではね、もちろんワンピースが一番好きって方も多いでしょうし、ね、バックマンめちゃくちゃ好き、今回も今度映画化されるみたいですし、ね、好きって方もいると思いますが、まあ人それぞれいろいろあるとは思いますけど、ね、僕のアニメのその順位的にはそんな感じかなと思います。で、あとの質問は、まあプロスピ派ですとか、ワンピースじゃないプロスピ派ですとかパワープロ派ですっていうコメントがあってね、まあ質問じゃないんやけど、
で、どうなんでしょう、皆さんどっち派が多いんかな。まあ僕の意見ですけど、なんていうのかな、プロ野球、野球がしたいなって時はプロスピロがいいと思うんですよ。だから野球をしたいみたいな時、今みんなは集まって野球できないけど野球してる感じを味わいたいっていうのはプロスピやと思うんですよ。でもこうゲームがしたいなっていう時はパワープロやと思うんですよね。そこのなんていうのかな、兼ね合いというか差別がしっかりされてるのかなと。まあ同じプロ野球ゲームですけど、しっかりとこう差別化区別化がされてて、まあそれはそれですごいなと思いますよね。で、他のコメントは、山崎康明君についてどう思いますかっていうコメントをいただいて、そうですね、僕はちょうど同い年に当たるんです。まあこれ最初の動画でも言わせてもらったと思うんですけど、ちょうど同い年に当たるんですよね。まあ言ったら江越くんとか、まあそのあたり有原くんとかが、まあちょうど僕と同じ年になるんですよね。でまあ僕も今回からまあ社会人ということで外に出たんですけどね、まあ言ってしまえば今まではこう守られてきたというか、まあ自分で生活することもなく、まあノーノーと暮らしてきた部分があるんですけど、こうやってね、働き始めるとやっぱりね、いろんな、まあ、ことがあるんですよね。やっぱりこう大変やなって思う部分と、まあ面白いなって部分ももちろんありますけど、まあやっぱり大変やな、学生良かったなって思う部分がやっぱり多いんですよね。まあだいたい半年ぐらい経ちましたけど、でもその中ね、あのね、プロという世界であんだけの成績を残せて、プラスインタビューとかでもあんだけ堂々と喋れるっていうのはね、まあ賛否いろいろあると思うんですよ。もう少しこうなんていうのかな、でしゃばらんでいいやろみたいな人と、かっこいいなって思う人がいると思うんですけど、僕はかっこいいかなって思うタイプですね。なんかね、その成績を残さず口だけっていうのはまあちょっとどうかなって思う部分あるんですけど、あんだけの成績を残しといてちゃんと言えてるっていうのがまたこうすごいかなと。やっぱりこう謙虚にいるのも大事ですけど、大胆にいるのも大事というか、まあ言ってしまえば優しいだけじゃダメみたいなやつですよね。まあ男で言う、まあたまにはこうね、凄みというかものを見せないとダメっていうのとこう繋がるのかなと勝手に思うんですけど、いやすごいよね、正直。なんていうか独自のものを持ってるというか、ツーシームとかもまあね、他の投手は持ってないし、あえて若干挟んでるんですよね。まあ、ツーシームというかフォークボールに近いです。でもスプリットよりも、挟んでないというか、だからシュート回転で、だからシンカーとツーシームとフォークのいいとこ取りしたみたいな感じですよね、きっと。だからあんまりこうプロでもあんまり投げられてないボールを操れるっていうのはかっこいいですよね。だから誰かから教わったって言ってたんですけどね、なんか忘れたな。多分知ってる方はたくさんいると思うんですけど、詳しい方はね。で、ナックルも投げれるでしょ。で、ストレートでも三振取れるっていうぐらいやから、やっぱりすごいよね。新人としてではなく、もうプロ野球選手としているのところに、すでに22歳の感じで入れてるのかなと思うんで、僕はどう思うかって言われたら、ただ単に、単純にすごいなって思うのが、僕の意見ですかね。まあ今後ね、2年目3年目になっていろいろ研究されることもあるでしょうし、きっとね、先発したいっていう気持ちも出てくるでしょうし、ね、いろいろこっから壁っていうものは厚くなっていくのはまあ当たり前なんですけど、まあでもその中でもね、なんかやってくれそうというか、なんかこう1年で終わっていかなさそうな雰囲気は持ってますよね。だから今後もね、頑張ってもらいたいかなと思います。で、他のコメントではね、ちょっと長くなりそうなものが一つ、プロ野球の順位どう思いますかっていうコメントがあったので、それはまあ次の回に話したいかなと思います。で、もう一つね、まあもう二つぐらいもらってるんですけど、もう一つは、次回に取っときたいからと。で、今回はね、その、まあ阪神ファンの方で、今後の阪神の4番は誰と思いますかっていうコメントをいただいて、まあ僕よく言うんですけど、まあ阪神ファンなんですよね。もうどうでしょう、2003年からファンだから、まあ阪神ファン歴12年くらいかな。13年、12年ぐらい。本当にずっと野球が嫌になったことも見なくなったこともなく、ずっと阪神ファンかな。まあ、他の選手がいいなって思うことは、他のチームがいいなって思うことはまあ多々あるんですけど、
まあ、その中にもやっぱり阪神が映ってたら、やっぱ阪神を勝手にこう応援してるなって感じはするんですけど、でもその中でこう誰が、ファンかなっていうか、誰が次の4番になるかなって考えた時に、まあ多分何人か挙げられると思うんですよ。北条くんとかね、江越くんとか、まあ今後ね、どういう形で新人が入ってくるかもわからないですし、 FA で誰か取るかもしれませんし、トレードで何かなるかもしれないけど、今こう4番バッターを張れるなって思えるのはね、多分伊藤隼人選手が、今後なんていうのか、レベルアップして打てるようになったとしても、多分ね1番3番あたりやと思うんですよね、きっと。まあ、元大学で4番張ってた人ですよね、きっと。まあ、すごい選手取ったなってあの時は思ったんですけど、まあ、いまいち今はね伸び悩んでるみたいですけど、まあ、今後ね、頑張ってくれるんじゃないかなと僕は期待してるんですけど、多分その伊藤隼人選手やったかな、がこれから伸びたとしても多分1番3番あたりを打つと思うんですよね。で、北条くんが今ね、よく最近も北条くんのリクエストもらうんですけど、まあね、厚生学院のあの、今田村くんがね、厚生学院3番4番打ってた田村くんが結構活躍してるんですよね、ロッテでね。結構こうスタメンに任されたりとか、まあもちろんそのプロスピでやってても結構こうスタメンで使われてる時が多くてね、すごいなって思う部分が多いんですけど、まあその中でもあれだね、田村くん活躍してる分、こう北条くんにも期待が寄るよね。まあ、どっちかというと北条くんの方が印象が強かったと思います。みんなバックスクリーンでホームラン打つあの感じ、あの大胆なこうフォームというか、がね今ねものすごくこうシンプルというか、バットに当てることを考えたような打法になってるんですよね。そこがちょっとショックかな、正直僕的にはね。そのたまに絵を2軍の試合というか、2軍の、まあ、YouTube でしか見ないんですけど、出てくるんですけど、昔のあの大振りな感じはなくてね、まあ言ってしまえば今宮と一緒かな、当てることを考えたようなバッティングフォームになっててね、いや僕は正直そのね、まあ体はそんなに大きくはないですけど、あのバッティング能力っていうのは絶対人とは違う非凡なものを持ってると思うんでね、それ生かしてほしいかなと。あの柳田選手を育てた時も王監督が、あいつはもう永遠とフルスイングさせろっていうのを指令出したらしいんですよね。だからそんな感じで僕もその北条くんにはそういうバッティングをさせてほしいかなっていうのが本音ですけどね、正直は。でもやっぱり今の感じだと今宮くんと一緒でね、2番あたりを打つのかな、成長したとしてもね。もっとこう4番を張ってほしかったんですけど、入ってきた瞬間は山田くんよ。だからまあ将来の4番は江越くんになるのかな、その今の感じやったらね、江越くんかなと僕は思います。てかなってほしいかな、江越くんには。だってまあ言ってしまえば足が速いっていうのは、そのどんだけこう野球が上手でも足が遅いっていう人はいると思うんですよ。その中であんだけ足が速いっていうのは、もう言ってしまえば一つの運動能力の高さが分かることですよね。で、あの長打力で、もうちょっとこうミート力というか当てる技術が高くなっていくのは、多分高くなっていくと思うんですよ。で、バッティングフォームもしっかりしてるというか、バッティングフォームはあれのままでいいと思うんですよ。しっかりこうタイミング取れてるというか、かっこいい感じなんで、まああのままでやってもらって、もっとミート力を上げてもらう、うお、ないバッチすごいね今の、をもっとこう心がけてほしいかなと思います。だからね、そうなれば江越くん化けるかもしれないよね。まあ長打力、チャンスで打てる能力っていうのは多分持ってると思うんで、どっちかといえばチャンスに強そうですよね、彼は。だから、なんとかね、ナイバッチ、江越くんにはこう将来の4番バッター、僕は3番バッターに育ってほしいですけど、あの長打力、あのチャンスの能力で4番バッターが足が速いっていう、そのなんかかっこいいですよね。4番バッターが足がある、長打力があるみたいなね、がかっこいいと思うんで、できればね、
そういう江越くんみたいな4番バッターが阪神に来てもらえるとありがたいかなと思うんで、まあ最初のうちね、最初の3年ぐらいはそんなに打てないかもしれませんけどね、3年後ぐらいに活躍してもらえれば僕は嬉しいかなと。山田くんみたいになってくれたらいいよね。本当にちょうど山田くんぐらいに匹敵してるね。右バッターだし、ホームラン打てるし、チャンスに強いし、で足も速いしね、将来の山田くんみたいになっていただけると僕は嬉しいかなと思います。だから、その質問には僕は4番バッターは江越くんやと思います。うん、そうなっていただきたいかなと思うのが結論ですね。ってことで、まあちょうど質問もの答えもちょうど終わったということで、セーブ、まあ今回はね、セーブ2つかなとホールド1つついたということで、まあ良かったんじゃないかな。初戦以来失点はしてないかな。失点したっけでもほとんど失点してないはずですよね。うん、まあ雑談多めというか、あまりこうピッチングの時にピッチングの操作のことは喋らないんですけど、まあこれはこれでいいんじゃないかということで、うん。今は6位、沢村が22も上げてるんだね。もう倍上げてるんだね。ホールドは、うわすごいね。まあ、どっちつかずって今なっちゃってるから、うん、もっとこうセーブ機会が増えてくれたらなと。 DeNA 何位なんだろう。まあ、でそれでも3位なんだね。まあ、これからね、DeNA が活躍して山崎くんが出る場面が増えることを、楽しんでやっていきたいかなと思います。ってことで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。いつでもね、質問受け付けてるので、何かあれば書いていただけると嬉しいです。次回はね、そのチーム順位予想をしながら他のコメントにも答えていきたいかなと思うんで、良ければ見ていただけたらと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。それではね、ソウスケでした。さようなら。